本日も切り抜き動画のご視聴ありがとうございます。本要約チャンネルの武見です。本日は東京医科学研究所所長の鈴木直子さんが書かれた髪も肌もどんどんつやめく腸のお掃除という動画より、髪も肌もどんどんつやつやになる最強の腸のお掃除5選という超重要な部分をピックアップしてご紹介していきたいと思います。今回の動画を見ることで、どうすればあなたの腸が綺麗になるのかという超実践的な方法論がわかります。本日の内容をコツコツと実行していただければ、今よりも確実に腸の状態が良くなり、あなたの髪も肌もどんどんツヤツヤになっていくことは間違いないでしょう。とても重要な知識をわかりやすくお伝えしておりますので、ぜひ最後までご視聴よろしくお願いします。それでは切り抜き動画スタートです。さて、ではここからは具体的に本書に紹介されている髪も肌もどんどんツヤツヤになる最強の腸のお掃除方法をできるだけわかりやすくガンガン皆さんに紹介していきたいと思います。具体的な方法を紹介する前に、まず腸を掃除する目的は何かということを明らかにしておきましょうか。腸をお掃除する目的はつまり腸を整えて本来の機能を正常に働かせることであります。そしてその方法は、1、汚れを外に出す、2、汚れの元を入れない、この2つであります。私たちの食習慣はたった数十年の間に大きく変化し、現代人は腸の汚れの元となる高タンパク高糖質の食事や化学物質を毎日毎日せっせと口にしてしまっております。その結果、腸内では悪玉菌がはびこり、大量の活性酸素が発生しております。現代に生きている以上、有害物質を体内に全く入れないというのは困難ですから、たとえ有害物質が体に入ってきても、それをしっかりと体から排出することが重要です。そして体内に溜まった有害物質や老廃物は 75% が便、 20% が尿、 3% が汗、 2% が爪や髪から排出されると言われておりますので、いかに有害物質や老廃物を排出するために腸が重要な役割を果たしているのかということがわかるでしょう。腸の本来の機能を正常に働かせることは、体全身の細胞が元気になって本来の機能を取り戻すことへの第一歩なんです。そしてその先に艶やかな髪や艶やかな肌を取り戻すことが可能になるわけです。ではここから具体的に最強の腸のお掃除方法をガンガン紹介していきましょう。まず皆様が動画の構成を理解しやすいように、これから紹介する最強の腸のお掃除5選を最初にまとめて発表しておきましょう。最強の腸のお掃除5選。1、腸の運動を妨げる、食べ過ぎをやめる。2、腸の汚れを作る、食べ物を排除する。3、腸をピカピカにする3大美腸フードを食べる。4、眠りを味方につけて自律神経を整える。5、水素焼成サンゴマツを摂取する。ではそれぞれ一つずつ取り上げて分かりやすく解説していきましょう。まずは一つ目の最強の腸のお掃除、腸の運動を妨げる、食べ過ぎをやめるから解説していきたいと思います。さて、まずは腸をきれいにお掃除しようと思った時に大事になるのが食べ過ぎをやめるということであります。皆さんもね、部屋をきれいにしたいと思った時にまずやるべきことは、それ以上物を増やさないということでしょう。次々と物を買ってきて部屋の中に物を入れ続けていると、いくら片付けても片付けても一向に片付きません。腸もそれと同じです。ですから、まず腸をお掃除したいと思うのならば、食べ物を腸にドカドカと放り込むような食べ過ぎをやめていただきたいと思うんです。食べ過ぎが腸を汚し、薄毛や白髪の原因になります。ではなぜ食べ過ぎが腸の汚れ、そして薄毛白髪につながるのか、その理由を説明していきましょう。さて、私たちが便を出すということを考えるときに注目するべきは腸の運動なんです。排泄という機能は腸と脳の連携によってコントロールされております。胃に食べ物が入ると胃から脳に信号を出して大腸の運動が開始されます。そして大腸が運動することで便は肛門に向かって移動します。便が大腸の終末部に近づいてくると、脳からの信号によって便は肛門付近へと移動が促されて排泄が行われます。こ
この神経伝達の仕組みによって便を排出することができているんです。ところがこの神経伝達を鈍らせてしまうのが食べ過ぎなんです。次から次へと送り込まれる食べ物によって胃は信号を出し続け、そのため大腸も絶えず働き続けることになります。大腸の働きによって水分が必要以上に吸収されると便の動きが遅くなり、大腸内に留まる時間が長くなってしまいます。また食べ過ぎて胃の消化に時間がかかり、胃腸の働きが低下して消化不良が起こります。そして未消化のまま食べ物が大腸に送られてしまうんです。このように食べ過ぎによって胃と腸は疲れ果て、消化されないものが大腸内にとどまることになります。そうすると大腸では悪玉菌が増殖し、活性酸素や毒素を過剰に発生させて腸の汚れを招いてしまうんです。そして腸の汚れが薄毛や白髪を加速させてしまうんです。ですからまず腸をきれいにしたいのならば、食べ過ぎているものを手放すことが重要なんです。いつも食事をお腹いっぱい食べていますという人はその習慣を改め、腹8分目、理想を言えば腹6分目ぐらいを目安にするとよろしいでしょう。また一定期間食べ物を食べないファスティングをすることも腸をお掃除する素晴らしい方法であります。ファスティングをして一定期間胃と腸を空にして休めることで、脳との神経伝達が正常に働くようになり、自律神経が整ってきます。自律神経が整うと腸の蠕動運動が適切に働き、汚れを外に出すという排泄の機能がスムーズになります。また代謝が活発になり、腸内の細胞の入れ替わりも促されて腸の大掃除を助けてくれます。定期的にファスティングをすることによってより効率よく腸のお掃除を実行することができるでしょう。さらにファスティングには老化や病気を防ぐ効果があるということも最近の研究によって分かってきました。ファスティングによって細胞が飢餓状態に陥ると、オートファジーという細胞内のタンパク質や細胞内小器官を分解し、その成分を細胞内で再利用するというシステムが起動し始め、老化や病気の予防につながるということも分かってきております。食べ過ぎを控えることに加えて定期的にファスティングをすれば、より効率的に腸のお掃除をすることができますので、ぜひ皆さんもトライしてみてください。さていかがでしたでしょうか。それではここまでで、一つ目の最強の腸のお掃除、腸の運動を妨げる食べ過ぎをやめるについての解説を終わりにして次に行きましょうか。それでは次、二つ目の最強の腸のお掃除、腸の汚れを作る食べ物を排除するについて解説していきたいと思います。さて先ほどは腸の中に入ってくる食べ物の量を減らすことが重要だとお伝えしました。そして食べ過ぎをやめることができたら、お次は食べ物の質にこだわることも重要です。例えば過剰な糖質やタンパク質、酸化した油などは消化不良の原因となり、腸の汚れを招いてしまいます。では腸の汚れという観点から真っ先に控えるべき食べ物は何でしょうか。それはズバリ加工食品であります。現代の食事は悲しいことに加工食品だらけになってしまいました。糖質やタンパク質、酸化した油、化学物質や食品添加物などを取りすぎないためには、加工食品を控えることが最も効果的であると著者は言います。皆さん少し自分の食事を振り返ってみてください。忙しいから、時間がないからとか言って適当な加工食品で食事を済ませていないでしょうか。そんな人は腸にダメージを与え続けており、腸をどんどん汚してしまっているということにぜひ気づいてください。また自分が使っている調味料が本物であるかどうかをチェックすることもとても重要です。お醤油もお味噌もみりんも、もともとは醸造という過程を経て作られる腸に良い微生物をたくさん含んだ発酵食品です。ですが今の世の中には安い原材料を使い、短い期間で製造可能な添加物がたっぷりの偽物の調味料がたくさんあります。
腸のことを本気で考えるのならば、ぜひ本物の調味料を使うということも、加工食品を排除すると同時に意識していただきたいポイントになります。さて、いかがでしょうか。それではここまでで、2つ目の最強の腸のお掃除、腸の汚れを作る食べ物を排除するについての解説を終わりにして、次に行きましょうか。それでは次、3つ目の最強の腸のお掃除、腸をピカピカにする3大美腸フードを食べるについて解説していきたいと思います。では腸の運動を妨げる食べ過ぎをやめて、腸の汚れを作る食べ物を排除していただいた皆さんに、お次にやってほしいのが、今度は腸に良い食べ物を食べるということです。腸のお掃除を手助けし、代謝を促して、艶やかな髪や艶やかな肌を作る三大美腸フードをぜひ召し上がっていただきたいんです。三大美腸フードとはズバリ、1、食物繊維、2、ミネラル、3、質の良い油の3つになります。まず1つ目は食物繊維で、食物繊維には皆さんご存知、水に溶ける水溶性のものと水に溶けない不溶性のものの2種類があります。水溶性、不溶性、この2種類をバランスよく取るために、野菜や果物、海藻類、キノコ類といった食物繊維が豊富な食べ物を積極的に食べるようにしていただきたいです。そして2つ目はカルシウムをはじめとするミネラルです。糖や脂肪からエネルギーを作り出す時や、神経繊維を通して信号を送る時、細胞の代謝などにミネラルの存在が不可欠です。ミネラルが積極的に摂取できるおすすめの食べ物は海藻類になります。わかめや昆布、ひじきなどを積極的に摂りましょう。そしてこれらの海藻類は食物繊維も摂取することができますので、非常におすすめです。そして3つ目は質の良い脂肪です。脂肪は私たちの細胞膜を構成している大切な栄養素です。質の良い脂質を摂ることの重要性をここで語り出すと1時間超えの動画になってしまうくらい、質の良い脂質は超重要なものになります。特にEPA や DHA を多く含む青魚、アマニ油やエゴマ油といったオメガ3が多く含まれた脂質を積極的に摂るように意識してほしいです。さて、いかがでしたでしょうか。それではここまでで、3つ目の最強の腸のお掃除、腸をピカピカにする3大美腸フードを食べるについての解説を終わりにして、次に行きましょう。それでは次、4つ目の最強の腸のお掃除、眠りを味方につけて自律神経を整えるについて解説していきます。さて、腸の運動には自律神経が深く関わっております。自律神経は起きている時にメインに働く交感神経と、寝ている時にメインに働く副交感神経の2種類があります。この両者のバランスを取るのに必要なのが睡眠で、質の良い睡眠が交感神経優位の状態から副交感神経優位の状態への切り替えをスムーズにして、双方のバランスを整えてくれます。本来は夜は副交感神経が働きリラックスできるんですが、緊張状態が続いていると交感神経が優位の状態が続き、切り替えがうまくいかなくなります。このような状態になってしまうと、なかなか寝つくことができず睡眠が乱れ、そしてそれが腸の乱れにもつながってしまいます。そして交感神経と副交感神経の切り替えは脳からの神経伝達によって行われますが、その神経伝達にはホルモンの働きが関係しています。そしてこれらのホルモン分泌には腸が関係しています。腸内フローラの乱れが自律神経のバランスの乱れに関係するとよく言われているのはこのためなんです。つまり質の良い睡眠と整った腸が自律神経のバランスを整えて、緊張状態からリラックス状態への切り替えをスムーズにしてくれるんです。そして副交感神経が優位になると腸の活動が促され、さらに腸の環境は整っていくんです。さて、いかがでしたでしょうか。それではここまでで、4つ目の最強の腸のお掃除、眠りを味方につけて自律神経を整えるについての解説を終わりにして、次に行きましょうか。それでは次、ラスト5つ目の最強の腸のお掃除、水素焼成サンゴマツを摂取するについて解説していきたいと思います。さて、最後は
は水素焼成サンゴマツというものを摂取することで簡単に腸のお掃除ができるんだよというお話をしていきましょう。水素焼成サンゴマツとは天然の化石サンゴに水素を蒸着させパウダー状に加工した食品のことであります。水素焼成サンゴマツに含まれるサンゴの吸着力と水素の抗酸化力が腸のお掃除を強力にサポートしてくれるそうです。そしてその安全性が担保されていることも医療や美容の専門家や多くの愛用者から支持されている理由です。水素焼成サンゴマツには様々な科学的効果が認められており、例えば水素焼成サンゴマツには抗酸化力や還元力などがあり、31名のモニター被験者に水素焼成サンゴマツを2週間摂取してもらったところ、便秘改善、睡眠改善などの体調の変化が見られたそうです。さらには水素焼成サンゴマツで腸内フローラが変わり、実際に善玉菌の割合が増加したということも確認されているそうです。また水素焼成サンゴマツは医療現場でも活躍しているそうです。ですので興味のある方は本書をさらに熟読し、水素焼成サンゴマツについての知識を深めてみていただきたいと思います。それではこの辺で3限の内容をまとめておきましょうか。3限では最強の腸のお掃除を5つほどご紹介しました。1つ目は腸の運動を妨げる食べ過ぎをやめるということでした。2つ目は腸の汚れを作る食べ物を排除するということでした。3つ目は腸をピカピカにする三大美腸フードを食べるということでした。4つ目は眠りを味方につけて自律神経を整えるということ、そして5つ目は水素焼成サンゴマツを摂取するというものでした。それではまた次の動画で皆様に会えることを楽しみにしております。本日はご清聴ありがとうございました。